やってまいりました。リベンジマイロスト。本日はドラムの鬼塚が担当いたします。短い時間ですが皆さんお付き合いください。今日はですね、また昨夜のザビとはちょっと一風変わって、私のターンはですね、後半にゲストを、スペシャルゲストをですね、お招きしての、お時間となります。皆さん、今日はよろしくお願いいたします。そしてですね、他のメンバーも、リベンジマイロストのメンバーも、同じように、私と同じように質問を募集して、普段なかなかやらない、ようなことなんですが、その質問に答えるという、コーナーも設けておりますが、やはり世間といいますか、まあもうファンの方もそうなんですけどね、もうどれだけ興味ないねん、俺に。どれだけ、もう人気とか、なって思ったもんな。人気ないわ。もうなんやろな。いやいや、ないで俺も興味みんなに。いやでも、俺もみんなに興味ないけど、もうそれを勝る勢いでみんなが俺に興味持たなすぎな。ちょっと、持ってな。持ったふりしよ。それは思いやり。ちょっとゲストのですね、漏れ声も聞こえてますが、こんな感じでちょっとすみません、身内乗りにならないようにですね、少しでも、周りに発信していけるような、時間にしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、サクサクと進めていきます。いきましょう。リベンジマイロスト、鬼塚のみんなの質問に答えたいけど、たった二人しか質問が来なかったから、どうにか間を持たしたい。すいません。ですね。いつですかね、これ。私がですね、4月のですね、13日ですね。これ、3時頃に、もう何気なくですね、ツイートしましたね。ペンネームをください。あと、なんか聞きたいことあったら聞いてください、というのに対してですね。僕、まあもう、インスタグラムとか、フェイスブックとかで、なんか連動して同じ、投稿とかしてないので、もうツイッター一択でですね、出した結果も、見事にもう、2名の方にですね、で、うち1名はですね、私の知り合いの方っていうですね、だからもうこれ、現状1人ですね。まあでもまあまあ2名の方がですね。もう大人気、鬼塚。鬼塚大人気という感じで、答えていきます。これもちょっともうサクッと答えたいと思います。まず1人目ですね。これ私の知り合いの面白いおじさんですね。ペンネームですね。1人目が、テラノバナンバー4さん。ですね、寺野さんって方ですね。質問です、鬼塚さんの髪型にしたいのですが、美容院で何パーマと注文すればいいですか、ということですね。はい、この質問にじゃあ私答えたいと思います。寺野さん、私のような髪型にしたい、美容院行った時何パーマと注文すればいいですか、これに対してですね、美容院行ったらこう答えてる、こうですね、こう答えてください。天然パーマ。はい、ありがとうございました。天然パーマと答えてください。はい、私のような髪型になれます。はい、で次の質問に行きたいと思います。岩井ゆうさんかな、岩井ゆうさんですね。アカウント名が岩井ゆうさんになってますね。岩井ゆうさん、はい。鬼塚さんの頭をリムショットしたらどんな音が出ますか。これはいい質問だな。もう最高ですね。私ドラムなのでね、このリムショット、これドラムされてる方なんですかね。リムショットしたらどんな音、リムショットってよく知ってますね。こうね、太鼓のこの縁をこう平行になるとね、
あの音が変わるんですが、リムショット、はい、私もよく使います、ライブ中リムショットですね。このリムショットしたらどんな音が出ますか。はい、じゃあ実際に私の頭をリムショットした音、こちらです、どうぞ。はい、ですね、ちょっとミスショットでしたね。もう一発だけ、ちょっとレコーディングの様子のような感じになりますが、もう一発だけリムショット、こんな音が出ます。私の頭を叩いた時のリムショットの音、もう一発叩きます、こちらです。はい、ありがとうございます。鬼塚さんの頭リムショットサウンドでした。質問のコーナーが終わりましたのでですねちょっと他のメンバーのですね、ラジオ収録なんかね、みんなねちょっと15分前後とか喋ってるんですよ。なんかザビに関しては3、40分喋ってるんですよね。なので、ね、先ほど言いましたですね、ちょっとゲストを、ここで迎え入れたいと思います。最近ですね、SNS の、私の SNS の方でも発表させていただきました。私、鬼塚ですね、今年で、もう、おっさんですよ、私もですね。年こきましたね。そこで、同じ、アーティストの方とですね、同業の方と、最近晴れて結婚をですね、発表させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この勢いに乗って、今日は、奥さんを迎え入れます。奥さんの千代ちゃんです。こんにゃこんにゃにゃちわ。こんにゃにゃちわ。こんにゃにゃちわって何？何？こんにゃにゃちわって。これは、ラジオをするということでね。そうです、リベンジマイロストのメンバーがですね、24日からやってるラジオ、はい、こう毎日ね、はい、でもこれ聞いてくれてる人は、ちょっと疑問やと思うんですよ、みんなメンバーは、今も誰が流れてるの。ザービー鬼塚は、2番目なの。俺2番目。おそらくゲストはメンバーのうちで出てくるのは、多分うんちゃんだけでしょ。そうやと思う、多分、みんな一人で喋ってんで。これやっぱり、なんでだろうって聞いてる人は思うと思うね。じゃあ圧倒的に質問が。そうやねんなもうそうやねん、そうやねん。じゃあもうさ、じゃあみんなもっとね、優しくなって、本当にもう SNS でほんでさ、もう部外者でもとりあえずパッて見たら鍵垢じゃない限り見れるやん、もう ね残酷よね残酷よ。だからこれ10分も持たないね。持たへんからもう一つ屋根の下やからええやん、そこは。そうだよ、ええがな。これ何テイク仮面なんですけど、もう心苦しかったもんいや、やめとけお前やめとけお前。そらお前、誰がテイク1からテイク3ぐらいまで質問5個ぐらい考えて、それでも思んなかったねお前。やめとけお前。それでも一人でやっとったねお前。辛いやろお前。朝の4時にな。やめとけ、言わんでええねん。0時ぐらいから取り出して4時になったこと言わんでええねんお前。やめとけお前。誰が人気ないねお前。いやでも、やっぱり、こう、楽しみに、普段さ、喋るって言っても物販とかさ、ライブの時な、ライブ会場でな、片付けてる時に待ってくれてる人とかは話してくれるかも。でもまあちょっとやんか。ちょっとやな、もうすごいちょっとやで、ほんまに。私ちょっとこれを機に、ちょっと鬼塚こんなんだよみたいな。そうやね、なんかでもどうなんやろうな、俺ちょっとどっちかやと思うねんな、もういや三つあったらどれかやと思うね、ちょっと怖くて話しかけにくい。それ、一つ。二つ、ちょっと気持ち悪くて
喋りかけにくい、うん、3つ、うん、めっちゃ好きすぎて話しかけにくい、うん、もうどれか、まあ、全部あると思うよ。もうどれかや、うん、もうこの3つのどれかやね、うん、絶対。でもお兄ちゃんと初めて会った時はふてこやつおるなと思ったよ、ちよりはね。まあしょうがない、なんで結婚してんってなるよ。じゃあ初めて、初めてのな、ファースト大事よな。やっぱそう、じゃあ話しかけにくかったもん。じゃあ私話しかけなかったじゃん。あ、そうやったな、確かね。うんうん、うん、どういうふうに変わってったんですか、そのちょっとふてこいドラムのやつから。やっぱりこう話してってじゃん、うん、だからこう、うん、今もさ聞いてくれたりしたらさ、うん、お兄ちゃんの話を、まあ、ちょっとでも興味ある人は絶対聞いてくれとるやん、うん、もう聞いてる時点でもうちょっとほら聞きたいって思ってくれとるから、うんうん、もうこれプラスからやから。あ、もうプラスからや。そうやんか、だからもっと喋らない。喋ってるやんけ、お前。お前が出てくるまでお前質問2個に頑張って答えとったやん、お前。じゃあ逆にこれ続くの、うん、これはね、あのね、定期的にやるの。いや、そのメンバーもですし、聞いてるお客さんのもちろん反応とかもね、うん、なんですけど、もうそのみんなが求めてくれたら僕はやりたいですよ。じゃあ、うん、それも聞いたらちょっと、いや、鬼塚のこの回聞いて、うん、もっと聞きたいって思ってる人とか、うん、さっきの3つあったじゃん、鬼塚にどの印象を持ってるかっていうのを、うん、だからこれ聞いた後にまたツイッターに書いてもらったら、うん、残酷やで。ええー、ねん、小さなことからコツコツと。そうや、そうやな、うん、聞きますか、じゃあ募集かけますかね、それ。募集かけましょう、うん、でもこれはあれだから、みんなを元気にしたいってやつでしょ。まあそうですね、うん、うん、まあだからまあたわいもない感じでね、僕も全然こういうゆるく喋る感じはまあ好きなんですけどね、うんうん、これやっぱりみんなさ、うん、質問コーナーに答える感じなのかな、他の人どうなんやろうな。でも一旦募集してたで、みんな。あ、そうか、質問は、うん、ほらなんか違うことしたら、兄ちゃんは。あ、俺が質問するコーナーってどうかな。それまた返事こうへんかった。そうやな、そうやな、残酷や、どっちにしたって。そうやな、うん、ちょっとお姉ちゃんの特技とかここで。私の特技ですか、うん、ここで、うん、特技はね、あるよ、めっちゃあるやん。めっちゃある、めっちゃある。モノマネうまいですよ。モノマネ上手だよ。うまいよな、うん、あとですね、コサックダンス5分ぐらいできますよ。マジ。まあもうできます、できます。見た時ないよ。え、できるで、ほんまに。あ、ほんまか、うん、で、ちょっとほらほら、ちょっと朝の4時やで。あーできてるとこ見てほしかったから。え、じゃあ、うん、急遽、うん、お兄ちゃんがここで問題出して、音で、音でモノマネとか。あー、で、うん、その答えをツイッターで募集して、うん、当たった人一人抽選で選んで、でなんか、うん、次ライブで会った時なんかあげるとかどう。あー、なんかあげるな。なんか、俺あげるもんなんかあるかな。なんかお兄ちゃんだけなんか パンティーとかいります。え、俺のパンティー。それあかんわ。脱ぎたてパンティーとか。いや、さ、あかんて。あかん、来ちゃっ何があかんねん。脱ぎたてパンティー、それはあかんよ。俺のティーバッグいらん。いらんかな、脱ぎたてティーバッグ。いるかな、分かれ。それやってみる、じゃあ一回。もしか逆にあれする、お前の脱ぎたてパンティー、なんでやねん、売りさばこうかな。おい、なんぼからやねん。ちなみに500円かな。お、安いな。嫁のパンツ500円で売ろうとすな。ほんまにめちゃくちゃやな。ほんま、あれかんで、なんかこう看板立てて、物販の横に。それほんで売れ残った時どんなどんな気持ちなんねん。個人物販や。嫁のパンティー500円から500円からみたいな。いや、もう売れ残るよ、やめてよ。ハート、あのハートちゃう、びっくりマークはてな、嫁のパンティー500円からっていう感じの看板作ろうか。
やめとこうかな。これを身内乗りって言うんですよね。はい、すみませんでした、すみませんでした。はい、パンティーは売りません。はい。お姉ちゃんの、じゃあ、モノマネを3つぐらい、なんか、やって、うん。3つモノマネですね。はい。それを、はい。3つとも当てた人、うん、中から抽選で、うん、次ライブ来てくれて、うん、私ですみたいなアカウントなんか見せてくれたらなんかあげば、うん、スティックかなんか、うんうんうん、いいなんけど、ほなら3つね、じゃあ1個目やろうかな、うん、何しようかな、じゃあはい1個目、これはモノマネ、まあモノマネかな、いやー、福田くん、今夜いっぱいどうだい？サザエが、これな、これはやめようかな。これはやめようかな。これもといね。これもとい。これはちゃうの、うん、ちゃうやつ。練習な。うん。ちょっとごめん。まあ、でも、似すぎてちょっとすぐ分かっちゃうけど。十二流で言ってもおうかな。あ、そうやな。俺の鉄板のやつ逆になんかあるっけ？これこれこれ。どれどれどれ？音音音、あー、ちょっとじゃあ音でいきますか、うんうん、じゃあ、これは何の音でしょう、1個目ですね、もう一回いきましょうか、これは何の音でしょうか、はい、はい、これ1個目ですね、それできないんですよね、なかなか無理ですね。ちょっとやってください。一個目。私？はい。さっきの音、何の音か分かんないですけど、ちょっとやってください。私は知ってるからね、答えは。ちなみに僕のめっちゃ似てますよね。めっちゃ似てる。はい。じゃあどうぞ。チャポってなってる。ルアーが湖に落ちた音してるけど。ルアーを投げて、これ要戦な、うん、まあこれ1個目ですね、これ1個目、はい、ライブ会場に来た人はいつかですね、事態が収束してライブ会場に来た時、あ、鬼塚さんあの時の1番これです、そんなんみんな当たるって、だから1,2,3ぐらい出すやろ、うん、全部当たった人をお兄ちゃんがこうツイッターで募集して、あー、そういうことね、その中から1人何人かに、いやー、もうルール急遽すぎるな、でも、ええかええか、まあまあまあ、はい、じゃあ 2個目いきますね、これは何の音でしょうか、ブール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 、はい、わかるかな、これはまあむずいです、むずいな、これむずいですね、ちょっと何の音、これ詳しく私知らん答えを、あ、そうか、これでもね、見てる、俺詳しく知らんわ、知らんの、お前ちょっと分からへんな、まあでもでもまあまあ面白い答えでもいいやんか、まあ、とりあえずお兄ちゃんがこの人が正解だって言った人正解、うぜえな、うん、行き当たりばったりやしな、うん、まあ、突拍子もない企画なんでね、3つ目出してや、俺ちょっと思いつけへんわ、ちょっといろんな人のモノマネしすぎて、3つ目うん、あの人は、どんな人、おはがき読む人、おはがき読む、あー、まあ、これね、俺はね、俺が似てるっていうかはね、本当はね、マーシーが似てるんやけど、ね、あ、そうなの、うん、俺どっちか言ったらその本物を真似するマーシーをモノマネしてる感じやな、あ、なるほど、じゃあ何のモノマネをしてるマーシーのモノマネでしょうかやな、そうやな、オッケー、じゃあこれ最後にしましょうか、うん、はい、じゃあこれは 3つ目はですね、これは、まあ、誰でしょうかという質問ですね、ねっさーん、いや、やってきた、今日もお便り読むぞ、東京都世田谷区杉本純子ちゃん、お手紙ありがとう、にゃんちゅうだにゃん、言うてるやん。言うてもってるやん。
あ、答え言うた。あかんよ、それ。こんばんは、森進一ですと一緒やんか、そんな。あかんよ。言うたあかんよ。言うたあかんのか。言うたあかんのか。答えは、にゃんちゅうでした。じゃあ、3番目は当たりやすいよね。3番目は当たりやすいですね。当たりやすい。じゃあ、1番と2番を。は、1番と2番はじゃあ。問題にしまして、うん、はい、何だったでしょうというのをまたですね、うん、これはツイートした方がいいんですかね。そうですね。はい、わかりました。ちょっとお時間の方がですね、割とあなたが乱入してくれたことにより、はい、はい、あの割と充実した時間になりました。ああ、よかったです。はい、はい、ありがとうございます。で次はね、はい、お兄ちゃん一人かもしれないし、はい、はい、またもう全然一人で滑りまくってたら私が登場しちゃうかもしれません。そうですね、はい、ちなみに私のですね奥さんはですね、今は活動休止しておりますが、ザ・ムスムスという、バンドをのボーカルをやっておりましてですね、はい、これ多分聞いてるのはですねあのリスナーの方々おそらくリベンジマイロストの、曲をねみんな知ってる方が多いと思うんですけど、はい、一曲なんかこ うなんかあれ一曲俺が音源みたいに歌って締めくくりましょうかね。あ、そうしましょう。はい、はいはい、じゃあ喋っといて、今日は本当に最後まで聞いてくれてありがとう。みんなに、あ、おー、ちょっと集中できへんわ。逆でもいいかな。あ、逆に後ろで歌っててくれる。そう、私がリベンジの曲やるから。リベンジの曲を流すから今日が歌う。分かりました。はい、だから喋っといて。分かりました、うん、はい、皆さん、いよいよお別れの時間に。バーッキキ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 キBring it back. ボケボー。ボケボーやらへん。ボケボーやらへん。あ、選曲が悪かったかな。うん、ちょっと頼むわ。ちょっともうシャッと閉めさせて。皆さんすいません。だいぶ、ちょっと取り乱しておりますがですね、今日は短い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。スネークス。集中できる。あ、そうか。スネークスやらへん。あ、そうか。ウロボロスな。ちょっと難しい。難しいあれへんねん。スネークスやれへん。あ、そうかな。ブギバーク、スネークスやれへんねん。じゃあ最後、二人で締めようかな。はい。はい。ちょくちょく私の回は登場する恐れが、はい、ありなのですが、温かい目で見ていただけたらと思いますので、皆さん、くれぐれもですね、今は、自宅でね、ちょっとなかなか、日々大変ですが、少しでも前を向いて、うん、はい、またライブハウスで皆さんとお会いできる日を、我々もお待ちしておりますので、はい、また、元気に会いましょう。はい、はい、今後とも皆さんよろしくお願いします。皆さん短い時間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバーイ。バイバーイ。バイバ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 イ。バイ